こんにちは、タケチャンネルです、今回もですね、青島のパガーニーワイラの制作の続きをやっていこうと思います。で、今回やっていくのは前回修正したこの前回修正したこのフロントカウルの続きになるんですけれども、まあ、前回の動画で、この4箇所にプラ板を継ぎ足して、他のボディパネルとの合いをちょっと調整しました。で、まあ、前回の動画の時にちょっとコメント欄で外人の方からねコメントがあったんですけど、まあ、この調整っていうのはそのフロントのフレームの位置が下がってるから、起きてることで、そのフレームの位置を修正してあげれば、全部解決するんじゃないのっていうコメントもあったんですよね。で、まあよくよく見てみるとなるほどそういうことかっていうのも、思ったんですけど、もうちょっと僕の場合は手遅れだったっていうのもあるので、もうね接着しちゃった後だったんで、組み立てで接着してしまってる後だったんで、今回はまあこういう形でやりましたけども、もし、今から作りはるっていう方はそのあたりもちょっと見てあげるといいかもしれないです。要は、ボディに対してフロントフレームがちょっと下がってる、前端がちょっと下がってるせいでバンパーの位置が下に行っちゃってるから、その上に乗っかるこのフロントカウルがそれに引きずられて隙間が空いちゃうっていうことみたいです。はい、ちょっと実際僕それはね調整してやってみたわけではないんであれなんですけど、そういう意見もあったので、もし今から作りはる方はねその辺ちょっと見てあげると、もしかしたらそっちの方が加工が楽かもしれない、そっちの方が大変かもしれない、それはねちょっとやってみないと分かんないっていう部分もあるので、ちょっと挑戦して、確認してみてもらったらなと思います。はい、でまあ、僕は今回これプラ板足してねやったんで、これはもうこのまま行くとして、次にやっていくのが、ここのフラップですね。ここのフロントのノーズにつくフラップ、これ何のフラップかっていうと、要はワイラってその車速だったりとかステアリングの打角に応じてこうボディのあちこちについてる可変フラップがパタパタ動くんですよね。パタパタ動いてこうダウンフォースを調整するっていう、可変エアロ、になってるんですけども、そのフラップがここにつくんですけども、そのフラップの合いがね、非常に悪いので、そこを今回修正していこうと思います。それではやっていきましょう。で、まあ、ここに、こういう形のねフラップがつくんですね。で、まあ、この横にちっちゃいプラのピンがぴょこぴょこっと出てて、それをここにはめ込んで、っていう形になるんですけども、こうやってはめるとわかります？明らか浮くんですよ、ここ思いっきり。これ無塗装の状態でこんだけ浮くんで、これ塗装するとね確実にもっと浮くっていうことになるので、これをねちょっと修正してあげないとちょっと不格好な感じになっちゃいます。まあそもそもこれ稼働する意味は稼働させる必要あるっていう気もしないでもないですけども、僕が自分用に作るんだったらもうこれ接着して固定しちゃいますけどね。うん、なんですけど、まあそういうわけにもいかないので、これをねちょっと修正していく形にやっていこうと思います。でまず、この浮いてしまう原因、浮いてしまう原因、一番の原因はこの裏側から見ると見えるんですけど、ここにね謎の出っ張りが2つあるんですよ。ここと
見えるかな、こことここに謎の出っ張りが2つあって、まあ、これが当たってるんですよね。これが当たってて、閉まらないっていう形になってるので、まずはこれを削り落としてあげる。あの実写にもないんですよこの出っ張り。なんでこれ何のためにこれをつけたのかがよく分かんないんですけど、これはねもう明らか必要ないので、これをねまず削り落としてあげます。あ、これ平の実ね、平の実を使ってますけども、こう削り落としてあげて、平の実あると便利ですよ僕あのこの間の三重行った時にこれ買ったんですけどね。で、ここを鳴らしてあげる。こんな感じでね、突起2つを切り飛ばして、今ここを鳴らしてあげました。こうしてあげるとだいぶマシにはなるんですよね。さっきよりはあんま変わらんなさっきよりは若干はマシになるんですけど、それでもねまだ浮くんですよ。で、次これなんで浮いてるかっていう話になると、ここのピンの受けですね。ピンの受け、こういう形で切りかかれてるんですけど、こことこっちは穴なんですけど、こういう風になってるんですけど、ここが要は浅いんですよね。浅いからこの前の支点が上まで上がりきらず、この軸になる部分ね、軸になる部分が上まで上がりきらずに、こうなっちゃうっていう感じなので、これをねちょっと深くしていきたいっていうのがあるんですけど、それプラスもう一個これ問題だなと思うのが、これ細いプラなんですよ、これ先っぽがね、この軸が。で多分これこの後まあ、作業していく上でおそらくどっかのタイミングで折れると思うんですよね、このピンで。あの気ぃつけて作業してても多分折れると思うので、この辺は、早めの段階で真鍮線に入れ替えといてあげた方がいいと思うので、これもね真鍮線に入れ替えてしまいます。はい、でまあ使うのはまあこれ 0.5 ミリの真鍮線、0.5 ぐらいで十分かな。まあもうちょっと細くてもいいかなと思うんですけど、 0.3 とかだとねちょっと弱すぎるかなというのもあるので、0.5 で入れ替えていきます。この軸自体も多分 0.5 ミリぐらいしかないので、これを切り飛ばしてあげて、で切り飛ばしたところに手書き針で目安の穴を打つ。目安の穴を打ってあげて、でそこに 0.5 ミリの真鍮線刺すんで、 0.5 ミリのピンバイスで穴を開けていく。 0.5 ミリの穴開ける時とかはね、あの本当力を入れずにドリルの切れ味だけで穴を開けていくようにした方がいいですね。まあ、なるべく深めの穴を開けてあげる方が強度的には強くなるのでいいかなと。
若干位置がずれたような気がしないでもない。あれちょっと後ろ寄りやった、後ろ寄りに開けちゃったかな、しまった、ちょっと後ろ寄りに開けちゃったかも。いけるか、大丈夫か、大丈夫っぽい。まあ、こんな感じで、軸をね真鍮線に入れ替えてあげる。それをねこっち側にも同じようにやっていきます。はい、で一応真鍮線に入れ替え終わったんですけど、その真鍮線今接着しちゃうとねちょっと、次の作業がしにくくなるので一旦抜いてあげて、で次、ここのねさっきのピンの横のところ、ちょっと金型の問題かどうか分かんないんですけど、なんか形がポコッとへこんでるんですよね。これちょっと不細工なので、ここを修正してあげたいんですけど、ちょっとへこんじゃってるから、こんな瞬着瞬間クリアパテ、この辺を使って少しだけ肉を持ってあげます。もうほんのちょっとだけね、ちょっとだけ肉を持ってあげて、こっちかは多分削るだけでいけるな。こうしてあげて、で硬化促進剤で固める。でどっちにしろこれここサイズがギリギリなんで、左右ちょっと削っといてあげ、削っといてあげて、あの塗装のクリアランスを作っといてあげないとダメっていうのもあるので、この時点でその辺をね調整していきます。まあ、こんな感じで修正してあげたら、ここにもう一回真鍮線を刺してあげて、で確認していくと。でやっぱりね真鍮線に入れると逃げがなくなるから、ちょっと入りにくくなるので、この辺を削って調整していきましょう。はい、で、削ってあげて、ちょっとこの軸が入る位置を少し上に上げてあげるとこういう感じになります。こういう感じ、これで一応ほぼほぼ面が決まった感じですよね。であとまあもうちょっとだけ修正がいるかな、どうかな、まあでもこんなもんか、こういう感じになります。さっきの一番最初の状態と比べるとねかなり良くなったとは思います。でまあ、右側の方ももう一応終わらせてあったので入れてあげるとこういう感じで
左右のパネルが綺麗にここにはまってくれます。でまあここのね横こことここ、こことここの部分は、ちょっと隙間を作っとかないと、塗装したらねここがきつくなっちゃうんで、どうしてもこっちもこっちも両方色塗るんで、かなりきつくなっちゃうんで、少し横にガタがあるぐらいに調整しといてあげた方がいいと思います。それここら辺はねどんぐらい自分が塗るかっていうのにもよるんで、まあ一概には言えないんですけど、僕の場合だったらもうこんぐらいかな、こんぐらいのクリアランスが横に軽くちょっと動くぐらいのクリアランスがあったらいいかなと思います、僕的には。はい、こんな感じ。こっちもうちょっとだけ調整した方がいいな。うん、まあこんな感じで、調整してあげます。はい、でまあこれ真鍮線に変えたので、もう一個真鍮線飛んでた、もう一個いいポイントがあって、それ何かっていうとね、色を塗るときにここ持てるっていうのがいいポイントです。これ塗るとき前後とも色塗ら、表裏両方色塗らないとダメなんですけど、最初のプラのピンの場合だと持つとこないんですよね。だから表塗ってクリア振って裏塗ってクリア振ってっていう風にしないとダメだったんですけど、これだったらここ持ってね塗装ができるんで、もうそのまま一気に表裏両方仕上げれるっていうのいうやり方ができるようになります。はい、まあ、ちょっとしたことですけど結構これって大事なんで、こんな感じで、フロントのフィンの修正が完了しました。はい、であとまあ、今回の動画とりあえずこれで終わりにするんですけども、次の動画ではリアカワのカウル、エンジンカウルの方の、修正が必要であれば修正をやる、必要ないんであれば、開閉させるにあたってちょっと加工をしないといけないことがあるので、っていうのはこのキットって空き状態か閉め状態かどっちかを選んで組むっていう形なんで、空いてる状態だときっちり固定されないんですよね。で空いてる状態できっちり固定させようと思うと接着しろっていう指示になるんですけど、それしちゃうと次締めれなくなってしまうので、その辺をどうするかっていうのをちょっと考えて、その辺の加工を次の動画で、次か次の次の動画でやろうかなと思いますので、またその辺見ていただけたら、見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけたら、最新の更新情報を見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで一応これでフロントカウルの修正はほぼ完了ですねになりますんで、また次回見ていただけたらなと思います。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。